めちゃめちゃ似合いますね。着せていただきました。緑のユニフォームいいですね、はい。普段なかなかユニフォーム着ること、いやもうないですね。ないですか。はい、いいですね。お久しぶりです。あ、お久しぶりです。お正月以来です。お久しぶりです。あら、ナナミちゃんはここの楽天生命パーク宮城で、はい、野球観戦ってしたことはある？したことないと思います。ないと思います、はい、あるかないかもはっきり言えないないですね。ないんだ、はい、あ、そうなんだ、はい。楽天の選手とかイーグルスの選手誰か知ってる、あの応援してる人とか。あ、でもちょっとこれから覚えたいなって思って。楽しいんだよ。あ、楽しいですか。だってほら今日だってさ、試合始まる前だけど、はい、こうやってね、夏スターって言っていろんなイベントやって、はい、お祭りの縁日とかもあるし、こういう雰囲気はどう？え、めっちゃ好きです。もう祭りもう今年でもあんま行けてないし、うん、めちゃくちゃ楽しい雰囲気で、しかも天気も良くて、そうそうそう、最高ですね、今日は。だからさ、なかなか行けないってなんちゃん言ってますけど、はい、ここに来ると野球観戦もできるし、うんうん、お祭りの縁日でも遊べますし、はい、こう屋台のような美味しいものも食べられますし、はい、ここでもう1日ね、1日遊べますね。あ、1日が足んないぐらい。確かに、ほら、ななみちゃんの好きな、はい、ザ・プレミアム・モルツもありますし、プレミアム・モルツそんな飲んだことないですそうです。いや、でも、ね、お酒だってたまには飲むわけでしょ。あ、そうです。あの、好きではあります。好きでしょ、はい、あのね、野球観戦しながらのビール最高ですよね、皆さんね。ね、そうなんですよ、ね、ビール美味しいなって思うでしょ。ビールでも、あ、美味しいなとはまだ感じないんですよ。そうなの。まだ二十歳になったばっかで、うん、まあ、たまにちょっと飲むけど、うん、あ、まだ好きではないかなみたいな。これからなんだ。そうです。イーグルスの選手もビールの美味しさもこれからちょっとそうです。っていう、はい、あ、感じなのね、はい、でもちょっと見たいよ、ななみちゃんがね、バックネット裏とかでビール飲みながら見てる姿ちょっと見てみたいよね。本当ですか。ちょっと頑張ります。かなりレアだと思いますし、ちょっとね、普段とこう、なんていうの、ビールの美味しさというか感じ方もちょっと変わってくると思いますので、確かに、よかったらぜひ、はい、お願いしますよ。あと、せっかくだからね、あの、ね、こうやってイーグルスのこうやってイベントに来てるわけですから、はい、今後これ始球式やってみたいとかね、あ、ちょっと見たいよね、チャンスがあればね、ナナミちゃんの。いや、私球技が本当にダメで、あ、全然できないの。全然できないんですよ。でボールもちゃんと投げれるか、まともに投げれるかちょっと分かんないから、おう、でもいつかいつかね。いつかいつかを絶対後回しにするって、アピールアピール、チャンス。そうですね、ぜひ、おう、練習します。ちょっとフォーム見せてよ、フォーム。せっかくだから。フォーム、どうやるんですか。いや、もう、何もない状態のイメージだけの始球式で、ほら、誰かが始球式してるのとか、あ、見たことはあります。で、野球のほら、投げる姿とかピッチャーの姿とか見たことあるでしょ。あ、そうです、一応あります。あるでしょ、はい、それをちょっとこう想定して、こっちにですか。こっちがじゃあキャッチャーだと思って、はい、お、めちゃめちゃいいじゃない。どう、めちゃめちゃいいじゃない。いいですか。結構、あ、すみません、めっちゃ綺麗なフォームですよね。本当ですか。初めてやりましたけど、割としっかり軸足に体重乗せるタイプでした。そうじゃない。ねえ、やっぱほらね、身長も高いから、なんか一瞬、あれ、あ、その足の上げ方、グローブの構え方によっては、あれ、佐々木朗希かなぐらいの足の上げ方になってました。いける、いける。いけますか。うん、あとはだってちょっとずつ練習しとけばさ。そうですね。もう別にね、届かなくたっていいんだから。まあまあまあ、確かに。いや、やりたい、やりたい。あ、やりたいです、やりたいです。やりたいです。イーグルスの福田会員者の皆さん、始球式やりたい人ここにいます。お願いします。はい、雨上がりちゃんです。ありがとうございます。マイクの音量もっと上げてもらって、雨上がりちゃんです。始球式やりたいです。ありがとうございます。一緒にアピールしておきましたので、ありがとうございます。はい、この後、はい、歌いますけれども、はい、どうですか、こう
球場で、そして夏のこうお祭りの中で歌うと、すっごい楽しみですね。でも緊張するんですけど、いっぱいお客さんもね、はい、知らないお客さんもたくさんいると思うから緊張するんですけども、はい、ね、盛り上げられるように頑張りたいと思います。そうです。ほら、だって今日も来てくれます。ね、ありがとうございます。ね、ななみっていうのもありますし、本当だ、私はもう、ね、ちょっとななみタオル、ななみタオル、ななみ、ああいいですね。いいですね。はい、そこに一緒に浅村タオルも、浅村タオルも一緒にこう。タオル持ってる人、白打ちタオル持ってる人一緒にこう掲げてる、これいいですよ。選手の一人になったみたいな感じ。ああ確かに、確かに。いいですよね。はい。さあ、今日ね、ななみちゃんのステージも楽しみにね、来てくれてる方もたくさんいますので、はい、ライブの方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それではじゃあお時間来ましたので、あ、本当ですか。はい、早速ななみちゃんのライブお楽しみください。はい、それではななみちゃんお願いします。お願いします。